どうもありがとうございます。もぐらだもぐぞうです。今日は2023年1月14日土曜日、いよいよ還暦まであと1ヶ月となりました。なので今日は還暦貯金の59歳最後の1月の貯金をこの還暦貯金59歳の封筒に入れて、そして封印したいと思います。で、過去に50歳からの還暦貯金、その封筒は今ここにありますので、これを一つにこの中に入ってますので一つにまとめたいと思います。ではまずもう早速いっちゃいますね。今日はごめんなさい、今まだ朝の5時なんで周りが暗いんですけども、朝起きちゃいました。じいさん早起きなんでこのなんだっけ、茶色の長財布の中から今回はもう最後なんで、ちょっとね、どうしようかな。5000円に4、6、7、ちょっとすごく1000円残して7000円入れちゃいたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、まだちょっと起きたばっかりで眠いんですけど、7000円をこの中に入れて封筒しますね。糊で、そっか、ちょっと待って、じゃあこれ他のちょっとこれまた58歳からこの前も言ったように9冊ありますね、封刊したのが。これちょっと待ってくださいね。それでじゃあ今回はこの59歳の1年間で貯めた千円札、これが何枚あるかちょっと見てみましょう。本当はここに置ければいいんだけど、ちょっと待ってね。じゃあここに置いていっちゃいますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、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 あと2枚。ってことになりました。じゃあ、2000円と、ここに10枚、ちょっと一旦これをこのまま動か、一旦消すね。こんな感じ、よいしょ、こんな感じ。さっきの2枚がこれなので、1、2、3、4万2000円ありました。この59歳の中に、さっき7000円入れたんで1万2万3万4万2000円59歳の中にありましたと。はい、なので何を言いたいかというと、この1万2万3万4万で、ここにある2000円ね、さっきあった。だから4万2000円を封刊するんですけども、これね、ちょっと今セブンイレブンに行って、まだ朝の5時なんですけども、セブンイレブンの au 自分銀行なら、お父さん au 自分銀行のプレミアムなんで、
月15回まで入金無料でできるんです。何時でも、夜中の0時でも1時でもセブンでも。なので今ちょっとセブン銀行行って逆両替してきちゃいますんで、その方がこれ厚さがなくなっていいので、今回はまあ4万2000入ってるっていうのをまあ皆さんにお知らせしました。ちょっと待ってくださいね。じゃあ今セブンイレブン行ってきますんで、はい、ちょっと一旦止めて、はい、わざとらしく帰ってきたんですけども、これじゃあさっきのこれは全部セブンイレブンに入れてきちゃったから空になって、今セブンイレブンの封筒にで1万円札にしてきました。だから逆両替してきました。で今回奮発してエリズベリングにお金あるんで4万2000円だったんですけど、4万2000円入金して5万円引き出してきました、セブン銀行からね。セブン銀行、近くのセブンイレブンの銀行で引き出してきました。なのでこの5万円をこの59歳の、はい、最後50代最後の封筒に入れたいと思いました。あ、入れました。そしてノリで封筒しますね。よいしょ。はい。じゃあもうノリでベタっと封筒しました。ベタ子さん。はい。なのでもう一度やりますね。58歳。あ、逆か。50歳。よいしょ。51歳。52歳。53歳。54歳。あれ ?54 歳かな。やば。あった。54歳。そして、55歳。そして、56歳。57歳。58歳。そして、今入れた59歳。これいるかな ?1,2,3,4,5,6,8,9,10。ね。これで10冊あります。じゃあまたちょっと止めて。止めなくてもいいのか。いや、止めなくちゃダメなんだ。はい。50歳、51歳、52歳、53歳、54歳、55歳、56歳、57歳、58歳、59歳の10年分、ついに封筒できました。なのでよいしょ、箱に入れて還暦の誕生日の朝、これがいくらになったのか開封したいと思います。ではこの箱の中に入れますね。59歳、58歳、57歳、56歳、55歳、よいしょ、片手だと54歳、53歳、52歳、51歳、そして50歳。はあ、10年前でした。はい、じゃあこれを、
来月還暦の朝開けたいと思います。はい、じゃあということで、はい、ということでついに還暦貯金完成しました。来月2月14日何曜日、水曜日あたりかな、火曜日でしたね、2023年2月14日火曜日にこの還暦貯金、10年分の還暦貯金をいよいよ開封したいと思います。皆さん、まあ、あんまり興味ない人もいらっしゃると思いますけど、10年間でいくら貯まったか、1年間必ずしもさっきみたいに5万円貯まったわけじゃないので、正直言って1年間1万円の年もあったかな。うん。まあ、今は何も言いません。ので、この10年間でいくら貯まったか、ぜひ、皆さん来月2月14日をお楽しみに。はい。ということで、モグラダ木造のあれやこれやな光景、お楽しみいただけましたでしょうか。今回もまあ還暦貯金の話だけで終わりますけれども、また次回以降はポイントの話とか、今木造がやってる、今ねレシート取ったりして お小遣いを稼いだり、そういうのもやったりしてますので、そういうのも順番に紹介していきたいと思います。ぜひこれからもお得な情報、木造の日々やってること、そういうのを紹介していきたいと思いますので、こうご期待。はい、僕らが木造でした。